お嬢様、この高魔城をお作りになられる前から人天才です。ノッタン。ジェイコだよ、ノッタン。お嬢様乗っ取られてる説。まったく。よくもまあこんな仰々しい城を作ったものね。私はお嬢様から命令されただけですから。なるほど。お嬢様の趣味ってわけね。どうなんでしょう、まだ正気なのでしょうか。直接会ってみるしかないね。それにしても大階段ですか。いやあ、構造とかそっくり。この辺に隠しボタンでもないか調べてしまうな。わかる。これはすごいぞ。ほんとそっくりね。この上に役に立つアイテムでもあったら泣いちゃうかも。壺がある。わかってらっしゃる。レミリアは悪魔城を作りたかったんだな。まあ遠からずってところかもね。このスペースがあるだけで感激です。さて、それじゃ早速行きますか。頼もう。なぜこんな城を作る必要があったのか、そして公務をまき散らす必要があったのか、その理由はもうすぐわかるわけね。その通りよ。ようこそ人間、我が高魔城へ。ようやく姿を現したわね、お嬢さん。ご苦労だったわね、昨夜パチェ。お嬢様、これは一体。そうだぜ、一体どういうつもりだい。説明してくれるわね。そう焦らなくてもいいわ、すぐにわかるもの。私はずっとずっと待ち望んだわ。この日のためにどれだけ準備したか。この最高のパーティーにあなた方を招待して差し上げたのよ。パーティーだって？それにしちゃ随分と物騒なもてなしじゃないか。楽しんでいただけたかしら。嫌いじゃないぜ。ええ、割とね。それで？そろそろ本題に入ってもらえるかしら。ええ、もちろんよ。私の目的に必要なのは3つ。高魔城の建設、公務による日光の遮断、そしてあなたたち。あたいたち？あなたはおまけね。のっ、ぷっ、妖精なぞ頭数になってないぞ。うりゃうりゃ。バカにするな。そしてそれらすべてを集めたこの素敵なパーティー会場。悪趣味なパーティーだけど。あら、人間風情にはこの良さがわからないのね。回廊から時計とこの最上階に至るまで最高の仕上がりなのに。同意です。あいにく育ちがいいもんでね。お里が知れるわね。まあいいわ。古代書によれば。ああ、古代書と聞いたか。この儀式が成功すれば世の断りが覆ると記されているわ。幻想郷どころか世の断りですって？そうよ。楽しそうじゃない？だから私は決めたの。私の手でこの世界を終わらせる。レミー。月の命、延々と繰り返す毎日、
繰り返される安寧と退屈な日々、それも今日で終わりを告げるわ。赤い月のもと、パーティーを彩るのは哀れな人間たちのワイン。そして私はこの世の断りを覆す。さあ捧げなさい、その美しき命を。奏でなさい黄色の交響曲を。やっぱりこうなるわけよね。ならばやってやろうじゃない、吸血鬼狩りってやつをね。そうこなくちゃ、久しぶりに楽しい夜になるわ。スカーレットシンフォニー。さすがに強いわね。ただ片側にだけ勢力の台無し。たまに前方にもありけど、そうね、うまく後ろに回ればいいかな。絶対のところ強さがあまりなくなってない。ちゃんとダメージは返してるよ。は、辛い。さすがにこれで終わりじゃないか。ほら、もう降参しなよ。まだまだ、こうなったら私たちも。メイリン、パチェ、サクヤ、え、あんたたちも加勢しなさい、命令よ。メイリンったら、わがままね。お嬢様のご命令なの。これで形勢逆転よ。なんだか知らねえが、全部蹴散らしてやるわ。はあ、庭の手入れしないといけないのに。行くぞ。またやるの、嘘でしょ。全然なんか、いや、さすがに早くんから。はよ、あれ、行こうか。お団子、回復があるのか。耳は見たまだったね。じゃあやっぱり場合によくしかない。行くわよ、やるな、はいよ、マリさん、ほらよっと、よっ、やったー、めっちゃギリギリ。エミーも楽しそうだし、マオに本当に全員と戦うのね。団子じゃ足りない。うめえ、とかちょうだい。さすがにね。行きなさい。勝てたし。今のは信じられない。やれやれ。これが終わったら大掃除ね。サクヤさんはマジで無理。やっ、ほらよ、これ。パターンを変えてきただけ。これで、ほらよっと、よっ、出番よ、かっこいい。やっぱりあなたたちと遊ぶと楽しいわ。ずっとこのままにしてあげる。長い最終決戦した。えっ、突然死ぬで終わった。確認された。今よ、死なになりな。宮古の宝がスリーでしょ。どっちだけ死ぬはあるね。やっ、あの一瞬で泣きわめろか。もうすぐ起こした。偶然の削りに助けられた。たまには狩りもいいかもね。お嬢様、大丈夫ですか。ねえ、とりあえず死んでないわ。はあ、まったく面倒かけさせやがって。なかなか楽しめたな。さすがに参った。ああ、
お前ら早期が足りないんじゃないのか。そんなことより、なあなあレイム。何？古代書の件は結局あれがこれで無事ひっくり返ったんだろ。あ、いや、そういうわけではないんだけど。そうか、でもこいつらをやっつけたからオッケーってことだろ。まあ、どいどい。だったら早く帰ろうぜ。宴会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 、そうと決まれば白霊神社に行こう。にぎやかなのはいいことだぜ。一件落着。なのか、終わったのかな。最終決戦で歌が流れるのは自分からだね。私の作業の方かな。ということで、ここから長いエンディングです。よければ最後までお楽しみください。ブハハ、やっぱ宴会は大勢でやるもんだね。結局うちの神社使って、まあいいけど。ぶえ、なにこれ、まずい。バカにはまだ早いか。バカとお酒は関係ないよ。それにあたいバカじゃないよ。あら、じゃあこっちのはどう。ほら、パチュリーたちも飲んだら。たまにはこういうのも悪くないわね。そうそう、スイカが言うようにたくさんいた方が楽しいんだから。そうだぜな。ほら、せっかくだから楽しもうぜ。ふん。なんだい、へそ曲げちゃって照れてるんですよ。そんなことね、結局何だったの？城とか霧とか。秘密よ。なんだよ、もったいぶってないで説明しろよな。少なくとも私たちには聞く権利があると思わない？思わないか。わかったわよ。今から説明するから、よく聞きなさい。私の目的は。目的は。目的は？ごくり。私の目的は、ズバリ埋蔵金発掘よ。もうちょっとリアクション取りなさいよ。ごめん、もう一回言ってくれる？だから埋蔵金を発掘するのよ。え？いや、だから、だから埋蔵。それは分かったから。じゃあ世界の断りがひっくり返るってのは？すごい量の埋蔵金なのよ。世界中のあらゆるものを買ってやるわ。え？国でも大陸でも買ってやるわよ。でもいくら埋蔵金でも、さすがにそれは無理。え？そうなの？残念ながら。だから、わけわかんねえ。レムリア、とりあえず埋蔵金を掘り起こすわけね。うん。どうして？どうしてって、暇だったから。まあ確かに暇だな。
暇を持て余していた時、たまたまパチャの蔵書庫でとある古代書を発見したのよ。古代書？これよ。なになに？埋蔵金は実在するって、これのどこが古代書だよ。古代書って言うと、これムック本ってやつじゃない？昔人間界でちょっとしたブームになったあれね。この古代書を発見して以来、私は日夜埋蔵金について調べたわ。全然聞いてねえなこいつ。それで分かったのよ。埋蔵金はかつて赤き城が指し示すところに埋められていたとね。あ、だから私は昨夜に赤き城、つまり高魔城建設を指示したわけ。で、公務は？発掘作業はかつて夜通し行われたというわ。だから日光が邪魔だったの。なるほど。そして発掘には人手がいるわ。そこでお前たちが来るのをこうして待っていたというわけ。ダメだ、頭痛くなってきた。というわけで早速発掘を。ストップ。何よ、せっかく埋蔵金が。だからどうして城建てて日光を遮断すれば埋蔵金が見つかるってことになるのよ。え、だって古代書に。そもそも埋蔵金はそういうものじゃねえから。それに赤き城っていうのはお城のことじゃないわ。埋蔵されたと噂されたのが赤城山という山だったっていう話。なんだと？それに埋蔵金の噂すら眉唾ものデマかもしれないんだから。だいたい儀式を行って埋蔵金が見つかるなんて錬金術じゃないんだから。じゃあ私は。まあお城建てたのも無駄っていうこと。残念ながら私はお人形さんいっぱいいて楽しかったわ。あれは厄介だったんだぜ。楽しめたでしょ。へいへい。あ、でもこのお城って昨夜が建てたんでしょ。とんだ無駄骨だったわね。お嬢様。ほら、きっといいことあるよね。リミリアって実はバカだったんだね。はあ、殺すわよ。ひ、おっ始めんのか。いいぞ。ああ、レーム、私こんなのに付き合わされてたのか。ええ、そのようね。えらい目にあったわ。まあそんなことはどうだっていいんじゃない。みんなで遊んで楽しかったでしょ。レミ、切り替え早すぎ。終わりよければ全てよし。そうよ、言ってることがめちゃくちゃだぜ。まあでもこうやってお酒が飲めるんだから、まあいいってことにしようかしら。その代わりゴームは出さないで、夜まで待ってね。ええ、もちろんよ。あとお城もちゃんと片付けること。片付けは昨夜がやるわ、完璧にね。やっぱりそうなるわけですよね。心中お察しするぜ。それはどう。これで幻想郷に平和が戻ったってところかしら。だな、私のおかげだぜ。パハハ、飲め飲め。おいお前ら、迷惑かけた罰に何か余興やれよ。余興？じゃあ昨夜あれやって。
ああ、ナイフ術ですか。うん、じゃあメリン、標的ね。え、なぜ。うわ、面白そうだな。そんな。これが平和か。さあ、ということで、コウマ城レミリア・スカーレット・シンフォニー、これでクリアとなります。え、すごい声優陣。私でも知ってる方ばかりです。そしてイラストのヴァンパイアキラさん、ヴァンパイアキラーさん、ということでコメントで教えてもらったとき鳥肌が立ちました。そういうことだったのね。素晴らしい。有名な作品同士なので、まあ賛否両論はあるかと思いますが、個人的には難しくてきついながらも楽しめました。そうね、今も真ん中でぶっ倒れているチルノに癒されてますし。チルノ、さて、これで終わりかと思いきや、実はまだありましたので、次回もぜひお楽しみに。まだ続くのね。まあ続くというか、なんというか、詳しくは次回を見てもらいたいかな。なるほど。それではご視聴ありがとうございました。のったん。また見てもらえたら嬉しいな、のったん。